かな。映画オタクのお客が欲しいものを探してくるって感じ。情報だったり、レアな外国のお菓子だったり、秘密組織の連絡先だったり、魔導士を呼び出すパズルボックスだったり。映画オタクって物欲の塊だから、仕事が尽きることはないわね。何でも屋さんですよね。調達屋ね。例のもの手に入ったんですか。まあね。ちょっと見せてもらってもいいですか。こういう取引はお金が先って決まってるの。ファーゴ見てないの。あ、そっか。これがそう、胸騒ぎの恋人でグザビエドランがニコラとシェアしたマシュマロね。あ、もしかしてこれ撮影で使った残りじゃない。もしかしたらドランが一口かじったかもね。ありがとうございます。でも見つからないものはあるわ。そういう時はクリエイティブに考えてお客を満足させるの。本物かどうかなんて関係ないのよ。連中には大事なのはお客が満足することだから。もしもし、映画ね、シリーズもの。オッケー、じゃあ5時間後に。仕事。オーダー受けてからいろいろ調べたんだけど、なかなか見つからなくて、ちょっと奥の手使うことにした。余計なこと言わないでね。おお、スーちゃん。持ってきた？なんだよ、久しぶりなのに。パパ元気とか言ったらどうだ。パパ元気？持ってきた？ああ、元気だよ。おかげさまでな。そうそう、最近リモートの仕事が増えたから、いい椅子を買ってな。そのおかげでパソコンで映画見るのにも慣れてきたんだよ。今度あの椅子でスウェーデンの世界最長映画ロジスティクスにトライしようかと思って。まあ、あの椅子ならケツも痛くならないかもしれないな。なるでしょう。上映時間35日と17時間もあるのに。あ、そうか、痛くなるか。で、DVD は持ってきたんでしょ。ああ、じゃあ行こう。な、どこに。実は友人に貸しててな。は？返してもらう約束してるんだよ、だから。だから行こう。あっちからはよく会おうって来るんだけど、めんどくさくて。っていうか、そもそも私の人生こんなになったの、あいつのせいだからね。小さい頃から映画の英才教育っていうの？とにかくめちゃめちゃ映画見させられて、放課後とか友達と遊びたいのにタルコフスキーの作品全部見るまで遊びに行っちゃダメとか、夏休みは宿題よりもクシシトフケシロフスキーのデカローグ制覇しなさいとか言われて、そりゃ友達もいなくなるよね。私が今こんな仕事してるのも全部あいつのせい。若いうちからネオレアリズムやらアメリカンニューシネマやらニュージャーマンシネマやら見すぎて、リアルな世界に夢も希望もなくしちゃったから。スーちゃん、何でも自分でやりすぎじゃない？やりすぎてないから。そう？そうだって、こうやって仕方ない時は頼ってるでしょ。確かにね。でも、もっと頼ってもいいんじゃないか。そういうわけにいかないのよ。なんで？だって、他人は計算できないから。他人ね。わかった。誰か雇ったら。は？スーちゃんの仕事を手伝ってくれる誰か。プラダを着た悪魔のアンハサ的なやつ？
めんどくさ。違うよ、ナイトクローラーのリズアーメットみたいなポジションの。お、もう来てたか。遅れてごめん。持ってきた。ああ、これだ。はい、ありがとう。はい、これ。え？これだけ？バカ。トラさんシリーズの中でも代表作の3本だぞ。これ見たらもう後戻りできない。トラさんワールドにどっぷり間違いなしだ。ならいいけど、うん、これあいつに渡しておいたでしょ、私に会う前。そんなことするか。そっか、するわけないよね。じゃあね。おい、もう行っちゃうのか。これすぐ見たいから。そんなの見るの今夜でもいいじゃないか。夕飯食ってからでも。無理、また今度ね。じゃあね。これお返し。え、マシュマロ。キャンプファイヤーでもして食べなよ。おいに再生。やっぱバレちゃったな、 DVD 渡しといたの。昔から疑い深いんですよ、あの子。本当にハマるんだろうな、それ。超ハマるから、このシリーズ。特にこの3本ね。見たらもう後戻りできないから。 OK。別に嫌いじゃないですよ、父のこと。ただ私に映画って呪いかけたのあの人だからね。アシスタントってありかもね。